伊能忠敬が計測した四一度の値の値評価伊能忠敬が欧州街道を江戸地までの四五線一度の測量を開始した時代忠敬と市である高橋義時は地球を旧と見なしていたのだ。 長崎出島でオランダから入ってきたラダンデ天文学書によると球の形状は赤道付近は大きくてに近づくに従い小さくなる扁平な回転楕円形であることが知られている江戸時代日本の天文 歴学に大きな影響を与えたラランデ歴書について紹介しておきます。ラランデ歴書これはフランスの天文学者ジェローム・ラランドによる天文書のオランダ語訳版の日本での呼び名がラランデ歴書である。ラ,ランデ歴史は 江戸時代の日本において西洋の天文学理論を知る上で重要な役割を果たした実にこの書は天文学の教科書というべき書だろうこの書の内容は次のページに掲げると特に第2冊目で述べている 暦について、食の計算について、第3冊目、天文観測機器の使用と実際の運用について、地球の大きさと形については、天文学者である高橋義時、弟子である測量家伊能忠敬に、 多くの影響を与えただろうと思われる第1冊目で述べている「天球の原理」では「天球」すなわち「宇宙」から「銀河系」から「恒星系」から「太陽系」から「太陽」「地球」「月」との相互関係によって 生じる実食・月食の運動の計算と予測その結果を暦へ反映する国家事業としての改歴につながっていったのだろう自由にラランデ歴書の目次を掲げるとこうなる第1冊目の一部 天球の原理天文学の起源と歴史について3構成と星座について4本書を書く際に影響した主要な研究について世界の体系についてこの場合の世界とは宇宙を意味します第2冊6 太陽から見た主な六惑星の運動についてまたそれらの形と状況について七、月について八、暦について九、時差について十、食の計算について第三冊目 11. 太陽をめぐる水星、金星の軌道について。12. 天文学的大気差、光の屈折について。13. 天文観測機器について。14. 天文観測機器の使用と観測の実際について。15. 地球の大きさと形について。16構成の年収者と再差について。17高校差と衝動について。18衛星の天文学。第四冊。19衛星について。20 惑星の時点と反転について21天文学に応用される微分積分について22惑星の重力引力について23平面三角法と球面三角法について24 地上・海上における観測手段による天文計算について5冊目別冊として太陽・月・惑星・恒星・木星と土星の衛星の天文学的諸表についてこの書が伊能忠敬の 四五線一度の値を求める測量にどのような影響を与えたのだろうか。特に第三冊目十五に述べられている地球の大きさと形については高橋義時伊能忠敬が四五線一度の値を求める 測量に出かける以前に読んでいたら大きな影響を与えただろうと思われるのだ。ともあれ実行の人伊能忠敬は四五線個長一度の値を求めて欧州街道を北上しながら測量天文観測を行い 1> 第1次測量では、緯度1度の長さを27リ余り 106km と求め、第2次、第3次測量で緯度1度の長さを28.2リ 110.7km と求め、地球の大きさを実習。 約3万9 9 0 0メートルと計算したのだこの値を現代の値と比較するとシイノウタタサガが観測により割り出した地球の大きさイコール1周約3万9 9 0 0キロメートル現代の 観測による地球の大きさは1周約4万キロメートルこの結果、3万 9900÷4 万はイコール0.9975。現在の測定値との誤差はイコール0.025となる。この値は。 補足による計測の条件を考えると、驚くべき正確さだと言えるだろう。この結果は多分補足と同時に行った天文観測が補足精度を高めたのだろうと思える。江戸に帰着し、駅局で 測量結果を検討した伊能忠敬と死である高橋義時が手を取り合って喜んだ様子が目に見えるようだ千葉県佐倉から江戸に出てきた忠敬の江戸での住まい深川黒江町の住居跡から蔵前にある幕府 歴学書である浅草天文台まで忠坂は補足により距離を測り四五線五町一度の値を求めようとしたが市の高橋義時は深川黒江町から浅草天文台まででは短すぎて誤差が大きすぎ 正確な値は求められないと指摘し江戸から奥州街道をまっすぐ北上し測定した結果がこの値なのだ。私はこの精度に簡単を覚えるがそれよりも共感するのが理論で考えられる値を自分の足で ししようとした伊能忠敬の人間像に私は惹かれるのだ。ここで四五線故長一度の値を求めることの意味を説明すると四五線の「四」とは北を意味し北極を意味する。五は南極を意味する。 この結果四五線とは北極と南極とを縦に結ぶ直線のことをいうちなみに四五線0度はイギリスのグリニッジ天文台を通る線をいうこれに対し赤道面に平行した面を経線というすなわち球体である地球を 南極を結んだ線が四五線で四五線個長一度の値を測ることは四五線個長一度の値 ×360 度イコール地球の円周になるすなわち忠敬義時は地球の大きさを求めていたのだこのように忠敬が 日本全国測量しようと考えた当初の目的は四5線故障一度の距離を求めることであったのだた敬はこの測量により四5線一度の値は28里2分という結果を得た後にランで歴史を手に吉時は 地球が完全な球体ではなく南北方向に潰れた扁平形であることをしさらに並ラんラで歴史に掲載されていた4線0 0 1度の値は忠坂の実測値とほぼ一致しており忠坂の測定の正確さが確かめられ 忠敬と義時は喜びあった実は私は2023年11月2日に深川黒江町の忠敬の住居跡から満北に伸びる清澄通りを小名川を越え両国の国技館の右横を 横綱町公園まで北上しそこから左に折れ蔵前橋で隅田川を渡り浅草天文台まで歩いたのだこのバカバカしいとも思える試みは井上忠敬の氷和一度の値を求めるために歩いた道を 追体験ししようとして歩いたのに出発点の伊能忠敬住居跡には江東区教育委員会が建てた石柱だけがあり終着点の蔵前浅草天文台跡には台東区教育委員会の建てた 浅草天文台後の掲示板しかないしかも忠坂が行った深川黒江町の住居から浅草天文台まで歩いた距離を測っても四五千一度の値にはならないことを私は分かっていた無駄なことを分かってはいるが ただ敬の歩いた道を歩くことで伊能忠敬という人間に触れ,れるような気がして歩いたのだこのような馬鹿みたいなことを無駄を承知でやるのが学者だと私は思っているのだ事業に深川黒江省の忠敬の住居跡の 石から浅草天文台跡の看板まで私が歩いた道筋を Google マップにより示すとこうなる私は南北直線上に伸びる清澄通りを清澄公園の右側を小名川を越え両国国技館を過ぎ蔵前橋で 隅田川を渡り蔵前浅草天文台跡まで歩いて出発点の伊能忠坂住居跡も江東区教育委員会が建てた石碑があるだけで終着点の浅草天文台跡にも台東区教育委員会が建てた。 掲示板があるだけ当初江戸に出てきた伊能忠敬は深川黒井町に店を持ち米国新丹の売買家作の貸し付けなどの事業をやっていたこれが忠敬の学費になり江戸地測量の費用年出の源泉になったのだろう。 それも佐原の猪之家の信頼を後継ぎの息子に渡しそれで得た隠居料をもとに深川黒江町に店を構え事業を行い何のためになるのかもわからない四五千個所一度の値を計測する江戸地までの食料費用に投じる 井能忠敬という人物に私は惹かれるのだ。何のため何の報いがあるのかわからない。報いのないことに自分の才覚で稼いだ金を投じる。これこそ男だと私は思うのだ。この時代旧が 球体であることは分かってはいたが、その詳細はまだ分かってはいなかった。高橋義時はこれを知りたがっていた。地球の直径が分かれば天体観測の手がかりが増え、暦の修正に役立つと考えたの。 川黒江町の自宅から蔵前にあった幕府歴局までの距離を補足により測ろうとしたのだろう忠敬は天文観測により両地点の緯度を測りその差1.5分であることを割り出しこの1.5分の両地点の距離を 補足により計測すること地球の円周の大きさを割り出そうと忠敬の黒江町の自宅にも観測機器を備え観測したのであろう忠敬の残した測量図では黒江町の自宅と浅草の歴局との直線距離は メートル緯度はクレーションが3 0度4 0分半歴曲が3 0度4 1分52秒その差82秒であるこの値から緯度1度の距離は計算すると 1 8 1 5 8メートルとなる現在の緯度35度付近の1分の距離は1 8 4 9メートル理科連表によるであるからだ坂の測定値の約2%となるだ坂からこの報告を聞いた きは深川と浅草とではあまりにも近すぎるもっと遠距離間の緯度と距離を測れば誤差が少なくなるはずだと言ったこうして規定の協力で緯度一度の距離の測量を裏の目標とする江戸地測量計画が 始まったのだ最後に幕府天文型通称浅草天文台につき紹介すると、この機関は幕府によって設置された天体運行及び暦の研究機関で主に返礼暦の改正を使う組織です もともと遍歴作業は朝廷の引用料の諸葛で土帝家が当たっていたが帝京元年1684年渋川晴美が帝京歴を作成し従来の中国渡来の千明歴から切り替えると。 幕府は天文型を設置し渋川晴美が諸外天文型に就任したのです。以来遍歴作業の実務は幕府天文型で行われたのです。天文型は世襲制であったが時には天文学に通じた人物を追加。 あるいは養子縁組して優秀な人材が登用されたのです文化8年1811年に高橋景康の提案により下局として「晩書和解御用」これは外国文書の翻訳方が設けられ幕末には遍歴以外にも 天文や測量要素翻訳なども取り仕切。この期間は東京大学の起源の一つである最後にさっそうと歩いている測量隊井野尾の像の写真を掲げておきます以上です2023年 11月4日。